確実に上野これ削られてますね。ちょっと呼吸も荒くなってますもんね。想像以上に竹下の攻撃がパワーアップしてることに今肉体で感じています。竹下選手はね、それでケロッとしてますよね、はい。まあ、AEW で戦ってる相手がですね、とんでもなくでかいのばかりですからね。